黄色、黄色はユニークな人、うん、直感で動け、うん、あと楽したいってありますね、うん、黄色の人は直感で動いていくムードメーカーですと。興味のない話は聞いてない。一方で自分がこれと思ったことは分かりやすく感情に表し前のめりで行動する人ですと。あ、これ面白そう、この人と一緒にいたら楽しくなりそうという気持ちを何よりも大切にしますと。楽しそうに生きているものの意外と人を見る目はシビア。根底に楽をしていきたいっていう信念があるため人生修行として苦労をすることもありますが、面倒くさいと感じるものに時間をとにかく使いたくありませんと。行動を抑えつけてくる人や長時間おとなしくしておかなければいけない会議などは苦手ですと。恋愛でも一目惚れが大いにあり得るタイプ。ピンときたらそこで運命を感じてしまいますと。根っから自分に正直に生きているように周りから思われるかもしれませんが、実は黄色の人は内面にとても繊細なハートを抱えていますよと。感情がコロコロ変化するゆえのちょっとした危うさみたいなものを持ってますと。メンヘラ気質ですねですから他の人の繊細さに対してもとても優しく理解を示すことができますと、うん、この相手の弱い部分への理解は武器にもなる反面、うん、恋愛なのではネックになることもあります、うん、この人表面的には明るくても実は影を背負っているんじゃないか、うん、って考え出すと関係に踏み込みすぎてしまう傾向があると。一旦共感スイッチが入ると私嫌われちゃったかなとか嫌なこと言っちゃったかなって心が心配が暴走し始めますと。黄色の人が人間関係で不安の渦に飲み込まれそうになった時はあえて仕事や勉強習い事になど打ち込んでみることが大切。その時結果が出るまでちょっと歯を食いしばってみる。そうして自分の不安を上手にマネジメントできた時に周りからもますます可愛がられ評価が高まります、うん、禅の修行でいう掃除をしろですよね、うん、頭を空っぽにしろって考えすぎるなっていう話ですね、うん、キャラを作って頑張る日が続いた後はカバンを一つを持って一人旅に出かけたいって衝動に駆られますと。明るい力を放ちすぎると急に暗い世界にこもりたくなる、うん、誰にも会いたくなくなったらぜひこもりましょう、うん、心当たりがある。もうありすぎでした、ね、はい、はい、黄色の詳しい開運方法を、はい、まあ、開運というかご機嫌でいる方法ですよね。仮面を外してフラッと疾走するとあります、はい、子供のようにいつもふざけていて朝起きてから夜寝るまでくだらないことを喋っていても大丈夫。食べることが大好きで憎めない黄色の人、うん、その上でそんなとこまで見ているのかというぐらい観察眼があって仕事を終わらせるスピードが速くて有能。常にみんなを明るくするムードメーカーだけど本人は割と心のガードが固くて本当に仲良くなる人は少ない。数ヶ月に1回は誰とも連絡しないで引きこもる。どこで買ったの?と聞かれるぐらい変なプリントが描かれている T シャツを着ている楽しいけど謎多き人物。それが黄色なのです、うん、黄色の運の属性は自由行動系とあります、はい、モットーは人生なんて楽に生きたい、うん、なのですと。別に自分を削ってでも嫌いな人に気に入られる必要なんてないと考えているし、うん、自己犠牲という言葉も嫌い、うん、若いうちの苦労は勝ってでもした方がいい、うん、なんていう紋切り型のセリフをそのままコピーして伝えてくるような自分の頭で考えない人も大嫌い、うん、人生は私が楽しむためにある、はい、と思っている人なので、うん、少数の自分の見方や不安とレジスタンスのようにうまく社会を生きていきますと、うん、仕事も時間の拘束を受けて報酬を得るより実力と知恵と人当たりの良さで食べていくという感じで
フリーランス的な生き方をしていく方が、うん、この人にとっては運も巡ってきますと、うんうん、とにかく頭の回転が速く優秀ですが、本人も自覚しているようにスタミナは皆無ですと。だから拘束や束縛、お付き合い時間みたいなものが天敵ですと、うん、なのでこの黄色の運の開き方はたまに失踪しちゃうことと、うんうん、黄色ってちょっとだけ天空の人みたいなイメージがあると。だから地上に降りてみんなのために働き、家族や誰か好きな人のそばにいてあげてみたいな幸せはずっとやっていると疲れてしまいますと、うん、この黄色の人は周りの人とちょっとだけ重力が違うんですと、うん、なんだか全てに対してムカついてきたとか、はい、笑顔を作るのがしんどくなってきた、うん、と思ったらプチ失踪しちゃった方がいいのですと、うんうんうん、もちろん心配かけないように失踪しますぐらいの声はかけといた方がいいでしょう、うんうんうん、ただまあ、誰の許可も得ず好きなとこに行って好きなものを食べ、うん、ずっと漫画を読んでいるような時間が黄色の人にとっては必要ですと、うん、黄色の人は放っておいても楽しいものを発見できる人だし、面白くて有能な友達を見つける力もあると、うん、一方でスタミナを使うのでパワーを再チャージするために勝手にやる時間を定期的に作った方がいいと、うんうん、黄色が幸運を実感するときは私にしかできない人生っていうのを構築したときですと。黄色の人が人生に対して願うことは何か、それはずっとくだらないことを言っていたいとか、うん、ずっと自分の好きな本や映画を見ていたいとか、子供が子供部屋で一生願っていそうなことをずっとやっていたいみたいなことですと、うん、でもそういう周りから怒られそうな願いを叶えるためには真っ当な社会人の仮面をかぶってパフォーマンスを発揮しなければいけない、うん、でもそういうことはちゃんと分かってますと、うんうん、だからこそ、ああ私好き勝手やらせてもらっているな、私すごいな、うん、私に感謝だなと自画自賛できるときに黄色の運は好調の波を迎えていますと、うん、では黄色の人が低迷しているときはどういう状態か、それは分かりやすく顔から表情がなくなりますと、うん、何をしたら嬉しいのか分からなくなるし、誰かに対して腹が立つと自覚できていればいいか、もうどうでもいいやとか、うん、投げやりになってきたら、危険信号だと思いましょうと。そんなときはすぐに失踪の準備をしてくださいと、うん、黄色の人は自分のやりたいことをやるために仕方なくやらなければいけないこともやっている人ですと、うん、だから自分を犠牲にしてやらなければいけないことや周りから褒められることを背負うと、うん、どんどん運の、正気正気っていうのかな、うん、それを失っていくのでそれではダメですと。黄色の人よく聞いてくださいと、うん、あなたは立派な人にはなれないし、うん、なる必要なんてないんです、うんうん、なぜならあなたは黄色が幸運を実感するのは、うん、私にしかできない人生を構築した時でしょと、うんうん、それは周りの人から見たら、うん、立派ではないかもしれないからと、うんうんうん、あなたは立派な人にならなくていいですと、うんうん、タイガーファングに出なくていいんですと、はい、とにかく自由にやること、うん、今日もくだらない動画を見て、まあ、僕の場合はくだらない動画を作って、うん、最高の一日だったなって言えることが、うんうん、あなたの素晴らしさなんだからと、うんうん、どうぞ泣いてください黄色の人どうですかっていうのを読んだ時に、はい、僕はまさしく今言った、うんうん、ああそうじゃんと、うん、僕は別に、うん、あ僕は別にというか周りから見て立派な人になりたいか、うん、あの人、うん、なんかくだらないことやってるけど、うんなんかいいなって思われるか、うんうん、楽しそうだなです、ね、楽しそうだな、うん、だとしたら、うん、僕はこっちの方がいいんですよね、うんうん、ガンキャノンとか、はい、ウルトラマンセブンの話をして、うんうんうん、楽しいねって、うん、体調早く宮崎駿の映画見てくださいよ、はい、みたいなのをやってたいんですよね、はい
プリキュアの映画見ましたとか、うんうんうん、多分立派な人はねプリキュアの映画を見ないですよ、うん、はい、はい、だと僕はあ黄色だなっていうのを実感するとともに、しいたけさんありがとうと、うん、僕の幸運の開き方はこうなんですね、はいはい、ご機嫌でいる方法はこうですね、うん、たまに失踪していいんですねって、うん、